皆さんこんにちは、こんにちはだぜ。今回は毎度おなじみのしくじり国家シリーズだぜ。早速だけど、今回はどこを紹介するのよ。世界で最も最悪な状態の国の一つ、中央アフリカ共和国だ。2019年の失敗国家ランキングでは第6位、2018年の乳児死亡率ランキングではなんと第1位、1000人中84人が1歳を迎えることなくこの世を去っているぜ。日本の乳児死亡率が 1.9 だから、40倍以上ね。また、2017年にノルウェー難民評議会が出した報告書、世界で最も無視される非難民危機、で中央アフリカはワースト1位になったぜ。どうやって世界に無視されているか測定するのよ。危機の収束に向けた政治的意思の欠如、メディアの関心の欠如、支援の欠如から測定されるぜ。大国からすると中央アフリカの内戦によって自分たちが被害を被ることはない。また、大国が介入することで得られる利益もあまりない。そのため中央アフリカの危機は無視され続けてきた。確かに中央アフリカのことを知っている日本人はどれくらいいるんだろうね。現在進行形で深刻な問題が起こっているのに、長年続いた内戦によって、街は破壊された。全人口の4分の1が避難を強いられている。2019年末の時点で、難民は59万人、国内避難民は60万人となっている。120万人が避難民として暮らしているのね。広島市の人口が120万人くらいね。一刻も早く、元の家に戻れるように、元の生活に戻れるように支援しなければいけないぜ。避難生活が長期化してしまうと、種まきの時期を逃してしまう。種まきができないとなると、穀物が収穫できなくなるわね。そうなんだぜ。深刻な食料不足を招きかねないんだ。だったら国連とかが支援すればいいじゃないの。したくてもできないというのが現状だぜ。中央アフリカで起きている内戦は少し特殊なんだ。内戦というと、武装勢力同士で戦闘しているのを想像するだろう。だが中央アフリカの武装勢力は、一般市民や人道支援従事者を攻撃するんだぜ。実際に、6人の赤十字のボランティアが殺害される事件も起きている。一体どうして民間人を攻撃するのよ。武装勢力にとって何のメリットもないように見えるけど、それはメリット、デメリットなんて度外視しているからだぜ。不可解な行動の裏には宗教が絡んでいることが多い。中央アフリカの内戦も宗教が絡んでいるぜ。まあ、それは後で詳しく解説することにしよう。民間人が標的となっているため、表に出てきて支援を受けることが難しいぜ。表に出てこれば殺される危険性がある。避難民は茂みに隠れながら、森に隠れながら生活しているのが実情だぜ。また、支援が届かない理由が他にもいくつかある。まず、道路の状態が非常に悪いぜ。ガタガタで車なんて通れたものじゃない。それに、首都バンギ以外の大部分が武装勢力に支配されている。物資の輸送が制限されているのね。支援物資の略奪もしばしば起きているぜ。ある保健センターでは、太陽移行発電冷蔵庫についていた太陽光パネルが盗まれたことにより、ワクチンを保冷できず予防接種ができなくなった。自分の首を絞めてどうするのよ。さらに、中央アフリカは子供の権利侵害が深刻な問題となっているぜ。武装勢力による強要、徴兵、性暴力に虐殺、また、教師がいないため当然学校は運営できない。様々な問題を抱えているのね。どうしてこんなことになったのかしら。やっぱり政治が原因かしら。これまでのしくじり国家で見てきたように、政治の不安定は社会の不安定につながる。逆に政治が安定していれば、社会は安定するものだぜ。というわけで中央アフリカの歴史を解説していくぜ。中央アフリカも他のアフリカ諸国と同様に、昔はヨーロッパの植民地だったの。そうだぜ。悪名高いベルリン会議によって中央アフリカはフランスの植民地となった。またベルリン会議が出てきたわね。第二次世界大戦を経て1949年、ボガンダという人物が黒アフリカ社会進歩運動という組織を結成した。黒人の解放と発展を訴えたぜ。この活動が実を結び、1958年にフランスから制限付き自治権を与えられたぜ。中央アフリカ共和国が誕生した。そしてボガンダが初代大統領に就任したのね。そのはずだったぜ。はずだった。1959年に飛行機事故でボガンダは死んでしまうんだぜ。このボガンダの死が中央アフリカをおかしくすることになる。どういうことよ。それはこれからわかるぜ。ボガンダの代わりに内務大臣であったダッコが初代大統領に就任することとなった。ダッコはボガンダの甥でもあったぜ。そして1960年8月に中央アフリカ共和国は悲願の独立を果たすぜ。アフリカの年ね。しかし、このダッコという人物が独裁かたぎな男でな、黒アフリカ社会進歩運動以外の政党を禁止、敵対する者は容赦なく粛清して、政権は親族で固めたぜ。ああ、このダッコのせいで中央アフリカはおかしくなるのね。このダッコもヤバい奴だが、もっとヤバい奴がいるぜ。それがボカサだ。1965年、当時国軍参謀長だったボカサは、クーデターを起こしてダッコ政権を倒した。そして翌年、大統領に就任した。
ちなみにボカサもボガンダの甥だぜ。そしてボカサも独裁政治を始めると、そういうことだ。なんと16ある国務大臣のポストのうち14を自分で兼任。1972年には終身大統領に就任した。終身大統領なんて初めて聞いたわ。いろいろとすごいわね。終身大統領になるだけじゃ飽き足らず。1976年には自らを皇帝と称し、国名を中央アフリカ帝国に改名したぜ。世界で皇帝がいるのは日本だけだと思っていたけど、50年ほど前には中央アフリカにもいたのね。ちなみにローマ教皇に戴冠してほしいと申し入れたところ速攻で断られたそうだぜ。当たり前体操。さらには日本の天皇陛下を戴冠式に招待したそうだが、これも断られたそうだ。でも、さすがに悪いと思ったのか祝電はしたそうだぜ。断られない方がおかしいわよ。てか、こんな独裁者が作り上げた帝国を認める国があるのかしら。それが1カ国だけあるんだぜ。どこだと思う？見当もつかないわ。元宗主国のフランスだぜ。フランス、一体なんで？当時フランスは中央アフリカにダイヤモンドの利権など多数の利権を持っていたんだぜ。あと、ボカサは当時のフランス大統領ジスカールに莫大な賄賂を送っていたんだ。そんな汚い理由だったの？そんなボカサ帝国もとうとう終わりを迎えるぜ。しかしなぁ、帝国が崩壊した理由が本当に滑稽なんだよな。どういうことよ。ボカサは全小学生に対して、身内が経営する会社の制服の着用を義務化したんだぜ。これに抗議するために一晩着で大規模なデモが起こったんだぜ。小学生のデモって、可愛らしいわね。いやいや、日本の小学校と違って、幼い子供だけではないからな。20歳を超える青年だっているぜ。話を戻して、ボカサはこのデモを鎮圧するために無慈悲にも銃を向けた。400人以上が犠牲になった。この行為は国内外から非難され、さすがのフランスも激怒。ボカサは同盟者を求めてリビアに訪問したが、その訪問中にフランス軍によってクーデターが行われた。帝政は廃止され、中央アフリカは共和制になった。そしてダッコが再び大統領に就任した。あの独裁者のダッコが大統領になって大丈夫なのかしら。一方のボカサはフランスへ亡命して、フランス大統領のジスカールに援助を求めたぜ。しかし、色良い返事はもらえなかった。まあ、ここでフランスが援助してくれるわけないわよね。ボカサは復讐としてジスカールに贈賄していたことを暴露した。これが原因でジスカールは次の選挙で敗れることになる。当然の結果ね。大統領の座に舞い戻ったダッコだが、民衆からの支持は低かった。ダッコは心を入れ替えて、前政を施行と努めた。新憲法を制定して、一党独裁をやめて複数政党制を導入した。1981年に行われた選挙では新勝した。しかし、徐々に対立候補支持派による反政府デモが増えた。三つ子の魂100までというように、ダッコは根っからの独裁者気質だったんだろうな。反政府デモが増加するにつれて、独裁を強めるようになった。ああ、これでまたクーデターが起こるというわけね。そうだ。1981年の9月、陸軍参謀長のコリンバがクーデターを起こした。ダッコはカメルーンに亡命し、2003年、73歳でこの世を去ったぜ。さて、クーデターに成功して発足したコリンバ新政権。まあ、長くは続かないでしょうね。そうだな。今までの大統領と同じく、コリンバも独裁者仇だったぜ。ダッコが導入した複数政党制を廃止して、一党独裁に。さらに、自分の出身地である南部の人を重用して、北部の人を冷遇した。これはいけないわね。出身地で差別した結果、ひどいことになったしくじり国家がいくつかあったわね。そんな独裁政治を続けていたコリンバだが、1990年代に入るとアフリカで民主化の流れが出始めていた。中央アフリカでも1993年に入ると民主化運動が激化した。さすがに抑えきれなくなったコリンバは、しぶしぶ複数政党制を再度導入した。ということは選挙が行われるのね。そうだな。その選挙でコリンバ、ダッコを破って当選したのが、バタセだぜ。ダッコ出馬してて草、敗れたコリンバは2001年にクーデターを計画するも、失敗に終わる。その後ウガンダに逃亡し、2010年に74歳で死去したぜ。それで、パタセも欠陥大統領だったて落ちね。そうだな。なんといってもパタセは、あの皇帝ボカサ政権の大臣だったんだぜ。そこで繋がるのね。そしてパタセは自分の出身であり支持基盤でもある北部の人を重用するようになる。前大統領のコリンバは南部の人重用してたわよね。そうだな。その他にもダッコ、ボカサも南部の人間だったんだぜ。南部の人はパタセに激怒した。今まで優遇されてたくせに、冷遇された途端に激怒し出すなんて都合が良いわね。さらに財政難によって、公務員の給与未払いなどもたびたび起こるようになった。これはダイヤモンドや木材、綿花といった一次産品に依存していた結果ね。そうだな。市況の低迷によって対外貿易収支が著しく悪化したぜ。世界銀行と国際通貨基金により援助されたものの功を奏さず、ついには援助停止の措置を受けるまでになっていた。
1996年、400名の兵士が未払い分の給与の支払いと待遇改善を求めてラジオ局、テレビ局を占拠して暴動を起こした。1996年当時、中央アフリカの共和国の国家歳入はおよそ600万米ドル。それに比べて公的債務は2億7600万米ドル。これじゃ公務員に給料を支払えっていう方が無理ね。結局、この暴動によって40名程度の死者が出た。バタセは給料の支払いと、この事件の責任を追及しないことを約束し、反乱軍の兵士たちも各自の兵舎に戻って事態は沈静化した。かのように見えた。かのように見えた。その約束が果たされることはなかったんだぜ。まあそうでしょうね。払いたくても払えない状態だもんね。暴動から1ヶ月後、約束の履行を求めて再び暴動が勃発した。この暴動は約束の履行だけでなく、大統領の退陣をも求めるものにまで発展した。経済的な側面よりも政治的な性格を帯びるようになってきたわね。それでも1999年の選挙ではなんとか勝利した。どうして選挙に勝てたのかなどだわ。対立候補がよっぽどヤバいやつだったのかしら。しかし選挙に当選したからといって、何かが変わるわけでもなく、相変わらず状況は最悪だったぜ。2001年5月にもまたクーデターが発生した。このクーデターはリビアやコンゴ民主共和国からの協力を得て、未遂に終わらせることができた。しかしこのクーデターの際にパタセと軍参謀長であったボジゼは衝突してしまい、以降パタセはボジゼの忠誠心に対して疑うようになる。そして同年10月、ボジゼは軍参謀長の職を解かれてしまう。さらにその1ヶ月後には逮捕されそうになるぜ。急展開ね。政府軍がリビア軍と協力してボジゼの拠点を攻撃し、ボジゼはチャドに逃れることとなった。逮捕はなんとか免れたのね。翌年、ボジゼは政権を掌握するために首都バンギを攻撃しようとしたがこれは失敗に終わる。だがその翌年の2003年3月15日、パタセが国外にいる時を狙って再び首都バンギを攻撃、とうとう政権を掌握することに成功する。本当に負の連鎖ね。クーデターを起こして軍事政権樹立の繰り返しじゃない。パタセはカメルーンへの亡命を余儀なくされた。そして2011年、74歳でその生涯をカメルーンで終えたぜ。さて、話をボジゼに戻すぜ。ボジゼは2004年に新憲法を制定し、翌年には大統領選挙に勝利した。しかしながら実効支配できているのは首都バンギとその周辺だけで、地方の国家機構は事実上機能していないというありさまだった。そしてボジゼが大統領に就任した同時期にチャドやスーダンとの国境付近に武装集団がのさばり始める。国家崩壊の足音が聞こえてきたわ。その後数年間は、ブッシュ号と呼ばれる反乱軍と政府軍との衝突が何度も続いた。ボジゼは国際社会の協力も得て、武装勢力と和平協定や武装解除をめぐる交渉を進めたが、十分な成果は得られなかった。さて、現地の言葉で、連合、を意味する武装集団、セレカ、が2012年に発足した。セレカは北東部で活動していた武装勢力の連合体だぜ。セレカには中央アフリカ人だけでなく、スーダン人やチャド人も多く参加していたのよね。スーダンもチャドもイスラム教の国ね。中央アフリカはキリスト教徒が多数を占める国なんだが、セレカには少数派であったイスラム教徒で構成された集団だぜ。2012年12月、セレカは首都バンギを制圧すべく、首都に向けて進軍を開始した。スーダン人やチャド人などの外国人傭兵が加わり、また進軍中にもムスリムを仲間に引き入れて規模は急激に拡大した。ボジゼはフランスに助けを求めたが断られた。結局、チャドやコンゴ共和国が仲介して2013年1月に和平合意を結んだ。しかし3月にセレカは合意を破って再び進軍し、3月24日に首都バンギを制圧した。ボジゼはカメルーンに亡命した。そしてセレカの中心的指導者であったジョトビアが大統領に就任した。ジョトビアは即座に憲法を停止、さらには内閣のみならず国会までも解散させた。中央アフリカ史上初めてムスリムが政権を握った瞬間ね。そうだな。そして何よりこのセレカこそが中央アフリカを崩壊へと導いた集団なんだぜ。どういうことよ。先ほども述べた通り、セレカには外国人の傭兵が多く参加している。また、進軍途中には貧困地域出身者や犯罪者なども多く参加した。問題なのは彼らに全くセレカに対する忠誠心がないことだぜ。進軍の途中、また政権を掌握した後も住民への略奪や暴行を繰り返した。自動車、オートバイ、電化製品など様々な略奪品が国境の街の市場に並んだ。セレカはムスリムから構成されており、主にキリスト教徒に対して略奪や暴行を繰り返した。セレカの暴力行為が問題視されると、2013年9月にジョトビアはセレカの解散を宣言した。でも時すでに遅しね。そうだな。かえってセレカ兵を首都から地方へ拡散させることになったぜ。この暴力を食い止めるべく、キリスト教住民の自警団アンチバラカが結成された。このアンチバラカもアンチバラカで、ムスリムに一般住民を襲い、モスクを破壊して、自分たちの領域からムスリムを追い出していったぜ。もう世紀末ね、
村々を襲撃して女性を強姦し、子供や男性を殺害し、殴打して縛ったまま川へ投げ捨てたりしている。また数千人もの子供が兵士として戦闘に従事させられている。無政府状態に陥ってしまったんだぜ。この状況を知ったフランスは衝撃を受けた。アンチバラカが首都バンギに本格的な攻勢をかけるとの情報を得て、2013年12月にフランスは軍事介入に踏み切った。2014年1月にジョトディアは統治能力を問題視されて辞任することになった。セレカ主導の政権が倒れ、その軍事的脅威がバンギで消滅するとムスリムに対する暴行や略奪が激化した。フランス軍や国連はなんとかアンチバラカの活動を抑止しようと努めているが、人員不足などの問題から十分な対応ができていないのが現状だぜ。首都ではアンチバラカが暴れ回っている。気候ではセレカが暴れ回っている。大変な状況ね。2014年の7月にはセレカとアンチバラカが停戦合意した。2015年12月から2016年2月にかけて大統領選挙が行われた。中央アフリカ共和国は再び共和制国家に舞い戻った。しかし未だに国内武装勢力は軍事衝突や市民への暴行、略奪を繰り返している。混乱は収まることなく、全人口の4分の1が難民となっている。2019年2月には政府と14の武装勢力との間で和平合意が行われたが、同年12月にバンギで武装勢力と地元商人が衝突して多数の死者が出た。商人の一団が税を徴収する民兵組織に抗議して武器を取り、衝突に発展したようね。少なくとも30名の死者が出ているみたい。現在の中央アフリカはアンチバラカが強い影響力を持つ西部とセレカが支配する東部に事実上分断されている。ローズさんは武装グループに家を焼き払われ、命からがらカヌーで川を渡り、隣国のコンゴ民主共和国へ逃れた。もし平和が戻ってきても帰る場所はありませんと話す。川の向こうからは未だに銃声が聞こえるそうだ。ローズさんのように川を渡って避難した難民は6万人以上いると言われている。また多くの避難した女性たちは家計を支えるために日雇い労働に出る。しかし畑で身を粉にして働いても得られるのは1日30セントだそうだ。もともと中央アフリカには宗教対立なんて存在していなかった。それが政治が不安定になるにつれて暴力や略奪が繰り返されるようになり、その報復相手を作るためだけにクリスチャン、ムスリムという宗教の違いを利用したわけだ。今さらこんなことを言っても意味がないのはわかってるけど、国境ってあるべくしてあるものと思うの。それを列強が自分たちの都合で無理やり国境を引いてしまったから、アフリカに混乱が絶えないんだと思うわ。そうだな。ただ今回のフランスの軍事介入については私は評価したいぜ。フランス軍が軍事介入していなかったらもっと犠牲者は多かったはずだぜ。1994年に発生したルワンダ虐殺の二の舞になることは防げたわね。ああ、しっかりとルワンダ虐殺を教訓にして、軍事介入に踏み切ったのは良い判断だったと思うぜ。中央アフリカの危機は宗教対立の結果、国家が崩壊したと多くの人は思っていると思うけど私は逆だと思うわね。国家が崩壊した結果、宗教対立が起こった。この危機を脱するためにはまずはアンチバラカとセレカの解体が絶対条件だと思うぜ。解体されない限り、中央アフリカに平和が訪れることはないと思うぜ。というわけで今回の解説はこれで終わるぜ。ご視聴ありがとうございました。